はい、あ、皆さんこんにちは、迷彩ウルフということでね、今回はガスショットガンの、紹介になります。では見ていきましょう。はい、ということでね、こちらですね、M870、マルゼンさんから出ている、ライブシェルコンパクションショットガンということでね、こちら実際にね、この見えます、これ薬莢がね、このエジェクションポートから廃墟されるモデルの、ガスショットガンになります。はい、もう絶対楽しいやん、こんなまあ、どっちかというとサバゲー向きとかじゃなくて、もうね、お座敷シューター向けの、まあ、銃でしょうけど、まあ僕ね、サバゲー派より結構ね、お座敷シューター派なんで、いや、これはね、絶対楽しいよ。うん。なんで、これ、一回僕、開封して、ちょっと、見てます、中身。はい。だから、そんなに、開封時のリアクションは、ないです。はい。はい、こんな感じっすね。はい。これ、撮れてますか？はい。こんな感じです。よっ。はい。こんなんっすね。まあ、結構ね、コンパクトな感じかな。なんか大きすぎず、ちっちゃすぎず、結構いい感じの、大きさですね。はい。で、こちら今回ね、注目のこのカートということでね。はい。で、早速ね、全部取り出して、ちょっとカメラの向きも変えてね、撮ります。はい。一回カットです。まあ出してみるとこんな感じっすね。かっこいいっすね。で、シェルをね、この下から、こういう感じで、入れることができます。これ3発しか付属してないんですけど、実際は5発入るみたいですね。まあ、機会があれば、後でね、何発か買いたいなと思ってます。はい。こんな感じっすね。で、ここにね、レバーがあるんですよね、これ。これを押しながら出ないと、こう、コッキングできないんですよ。今これロックされてます。はい。ここを引っ引っ張る、ここを押してコッキングしてやると、はい、こうシェルが見えますね。これが装填、よいしょ、されますね。はい。で、もう一回引くと、こんな感じで廃墟されますね。はい、こんなんですね。いや、かっけで、さらにね、ガス銃なんで、これで BB 弾が飛ぶんすよね。はい、すごいっすね。で、もちろん18歳以上用のやつなんで、飛距離は50メートルぐらいになりますね。はい。いやー、いいっすね。ショットガンっつったらね、やっぱこの独特のシェルですよね。いや、めっちゃいいわ。こっからも入れれるからね、一発装填で。おー、すげーで、ガスチャージなんですけど、この下のね、グリップのとこ、ここに、ガスタンクがあります。だから思ったよりちっちゃいね。うん。はい。まあこんな感じですね。これでも結構脱着式なんで温めやすいかもしれないですね。はい。早速ね、ちょっと撃ってみましょうか。はい。じゃあ早速ね、撃っていきましょう。説明書読んだらね、シェルに、3発しかどうやら入らないみたいですね。やっぱお座敷シューター向けの銃ですね。はい。よいしょ。はい、行きます。おー。おー、すげえ。いいね。はい。じゃあ次ね、薬莢装填からの、一連の流れでね、ちょっと3発撃ちたいと思います。はい。はい、こんな感じっすね。なんか打った感じね、そんなに初速は速そうじゃない気がする。まあどうかわかんないですけど、後でね、測るんですけど。はい。では初速ね、ちょっと見ていきたいと思います。これむずいな、長物測るの。いきます。うお。案外速かったね。76.44。はい。と、まあ、こんな感じでしたね。いやー、なかなか楽しいモデルですね。で、スリングリングっていうんかな。これがね、標準で
2つね、こうついてるんで、まあ持ち運びもね、まあ楽かなっていう感じです。たまにね、このグリップのとこだけしかついてないやつあるんですけど、あれ僕あんまり好きじゃないですよね。あれね、2つこうつけてこうやるんでしょうけど、僕はこの肩掛けな感じのリングがいいっすね。うん。このタイプ好きっすね。2つこうついてるやつ。うん。はい。こんな感じですね。で、1個気になってたのが、東京丸井さんのね、ショットガンのシェル、これ使えるんかなと思って、ちょっとやってみたんですけど、入らないっすね。ちょっと大きすぎて、ダメっすね。はい。この丸善さんのカートじゃないと、装填できないっすね。はい。これライブカート式っていうのかなの、ざっとした紹介でした。ここら辺で終わります。バイバイ。